はい、こんばんは、山城と申します。さあ、氷河期シリーズね、どうかとかってやっても、第何回か思わせるぐらいやっとってますけど、今日はね、A コープ、キンキさん見ていこうと思います。まあ、A コープさんね、前なんて言ったっけ、ケーキのね、カタログの時にも言ってましたけど、三重県の管轄は近畿の扱いになっておって、愛知とかとはね、ちょっと分かれてしまってるんで、まあ、今回はね、あくまでもベースは三重県の北中西地域っていうことなんで、四日市市にある店舗も、あくまでも近畿の管轄エリアですよっていうふうになってるんで、こっちの方で、近畿さんの方で今回もカタログの方を見ていこうと思います。ということなんでね、早速 A コープさん、さあ、どうね、やっぱ東海とね、近畿で違いがあるのかね、なんかあれですけど、近畿っていうことで、そうなってくると大阪とかあっちの方も入ってくるんですよね、確か管轄に。そうすると、もともとね、方巻きを昔からやってた、地域のところも、がっつりと入ってくるところなので、そのあたりがね、商品のラインナップに影響があるのかどうかもね、ちょっと気になるところですね。見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お、あさあ、ということでね、コープ金さん来てますけど、さすがにもうこんだけ連チャンでやっとったらね、そんなに雑談することも残ってないはずなんでね、スラスラと切るはずです。恵方巻きのご予約っていうことで、トーンと出てるのは、海鮮のやつかな？海鮮の2種類なんか出てる感じですね。なるほどな。で、いうふうになってます。恵方巻きの予約をやってますよということでございます。予約前に1000円ごとにペットボトルのお茶1本、っていうキャンペーンもやってます。まあ、1000円以上の単価。あれですね、あれと同じような感じですよね。コンビニが700円以上お買い上げ出て、今ちょっと上がるのかな？多分、今また必要単価上がってきてると思うんであれですけど、昔はね、コンビニの、レジの、客単価、最初の段階が700円とかって言われとった時代があって、700円未満のか、の、あの、会計をずっとやっとると、実は、赤字になっちゃうよって。まあ、それぐらい、日本のね、アラリーの値入りの仕方とかっていうのは、すごくシビアなね、ところでやってるんでね。そういうような感じになるし、あんだけね、スーパーの業界からしてみたらね、利益率、値入れできるやんってね、ちょっと羨ましくなるぐらいの値入れができる、コンビニ業界でもそれぐらい厳しいってところなんで、実はこのかね、スーパー業界もっとね、もっとすっげえシビアなところやってるんでね、その分お安くできますよということでございますんでね。さあ、そのあたり、これはどうなってるのかってところなんですけど、店頭の海の渡しで、まあ、これはいつも書いてあるやつですね。で、まあ、ほのかキッチン、橿原は覗きますっていうふうになってますね。なるほどな。橿原、そうか、近畿なんで、そう言うとた大阪県とかそっちの方のあれになってくるんで。さあ、じゃあ早速この辺り見ていこうということでございまして、橿原はあれですね。橿原神宮の、あるところなんで。まあ、うちの動画でも近鉄とかで行った時に見たりしてましたね。カタログじゃあ早速見ていきましょう。こんな感じになってるらしいです。ってことで、こっちが、半々で、A4 の半々で両面印刷って感じかな？っていう感じで、どんと見ていきましょう。こっち側がね、メインになってきます。ということで、A コープの、方巻きということで、メインで来てるのは海鮮七福海風巻きということで、七福ですね、サーモン、中トロ、タイ、カズノコ、焼きアナゴ、エビ、イクラ、大葉と、豪勢なのが入ってますよっていうので、これは1本3219円ということでございますね。なるほど。これがフラグシップ、かなりハイエンドな感じになってる感じですね。まあ、やっぱ豪華なやつはこの、なんかドーンと入ってる。ね、いいですね。中トロも入ってくよっていうところですね。なるほどな。いやこれはもう、ザっていう感じですね。で、もう一つ下に入ってるのが海鮮福徳巻きってことで、これは、タイサーモン焼きアナゴ、あと焼き卵、キュウリってことなんで、まあ、恵方巻きに近いですけど、海鮮もサーモン、タイが入ってるんで、しっかりと海鮮もありますよっていう感じですね。ですね、海鮮福徳って感じで、これが2139円。これもしっかりと、海鮮やし、もうしっかりと楽しめますよって感じで作った感じですね。なるほどな。で、三つ目は海鮮大王巻き。なるほど。これは新商品らしいです。1707円で、サーモン、タコ、イカ、エビ。あ、この辺りが、例えばタコ、イカとかで、エビとかこの辺りが入ってくるので、うなぎにホタテなんですね。で、数の子、トビコ、大葉、キュウリっていう、かなり、タコって珍しいですよね。イカタコ、確かに、あまり恵方巻きでは見ない。ラインナップであるんですけど、どうなんでしょう。イカだとね、噛み切りやすいあれがありますけど、タコってね、どっちかちょっと噛み切りにくいイメージがあるんで、結構太巻きにした時にどうなんだろうっていうのをね、気になるところですけど、まあでもタコね、まあ考えてみたら、タコ、
といえばね、やはり西の方っていうのもあるんでね、まあまあまあ、こっちの方でも取れるのは取れますけどね、ひまかじまとか有名ですよね、こっちの方だと。とかもあったりしますけど、まあやっぱりね、大阪、ね、タコ、って言ってもね、っていうところもありますからね、この辺りが入っているのもあります。面白いじゃないか。これ1707円ですね。で、次が中トロ巻き、本マグロの中トロ、本マグロ中トロなんですね。中トロ大葉で、ザ・中トロ楽しんでください。これ本マグロのやつで1383円と。かなり、ザ・マグロって感じですね。なるほどな、っていう感じですね。で、次が、A コープ名物贅沢巻きっていうことで、これは、より F、一般的な F 巻きに近い感じかな。うなぎ、エビは入ってまあそこは入ってくるね。イカでもイカか入ってるのかって、飛び子に、カニ風味かまぼこ、卵焼き、高野豆腐、かんぴょう、チータキ、オーバー、オーブロキュウリと、こんなというとか入ってるんで、F 巻き感がだいぶ強くなってますけど、まあいろいろと入ってますね。これも、うなぎ、エビとかも入ってきてるんで、うん。で、カニフミカマンボとか、これ、マンゴー焼きとかも入ってるんで、しかし、しっとりと、ね、うまみを楽しめるような感じになってるんじゃないかな、ということでございますね。で、それで、高野豆腐、かんぴょうしていただけて、こう、だしの味、ジューシーな感じなのかな、という感じもしますよね。これが、名物の贅沢巻きで、これが1275円ですね。なるほど。で、次が、海鮮三種、ハーフセットから海鮮三種で、サーモン親子巻きに、2種のサーモン入った海鮮皿巻きに、マグロ作り、サーモンの、に、マグロ作りって感じでございます。なるほどな。これがさ、ハーフサーモンで1275円と。で、これはバイヤーを勧めてやってるのは、恵方巻き三種ハーフセットってことで、ザっていう感じの恵方巻きもあるのかな？じゃないな。牛巻きか、これは。北海海鮮巻き、北のと、たっぷり海鮮サラダ巻き、こっちがサラダの方かな。で、北海海鮮かな、多分、パッと見た感じ。で、もう一つこれは牛肉入りキンパ巻きですね。韓国の、キンパですね。なるほどな。が入って、牛も楽しめて3本で9,059円という感じですね。なるほどな。で、次は新商品、サーモンの親子巻きってことで、結構ね、細かいラインナップがいろいろと用意してある感じですね。サーモン、イクラ、大葉ってことで、ザ・サーモンですね。まあ、最近このサーモン親子って言って、サーモンとイクラをね、使ったやつも、結構増えてきてますよね。なるほどな、ということで、ここも新しく入ってきて感じで、1059円。次は北海海鮮巻き、これがか、サーモン、カジュホタテ入った、にマグロね、ね、大葉きゅうりでまとめてある巻きのという感じで、862円と、かなりお値打ちな感じになってくるね、このあたりが。って感じですね。ではもう一つ新商品が次に行きます。銀鮭が入っておりますね。2種類のサーモンが入った海鮮サラダ巻きで、銀鮭とアトランティックサーモン、できているということですね。で、カニ風味かまぼこと、たまごグリーンリーフとかで、かなり、しっかりと、カニ風味かまぼこはね、多分こっちの方に合ってくるんで、サーモンの味をしっかりと楽しむ感じになっているんじゃないかなと思います。これが862円と。ボリューム感もしっかりと合いそうですよね。これになったら。なるほどな。いいですね。で、次がマグロ作りし巻きということで、バチですね。バチとビンチョウマグロ。ビンチョウと、バチと大葉で、ザ・マグラ、サンダルのマグロの、巻きって感じですね。754円。なるほどな。確かに。ザ・マグロ楽しみたいよっていう人にはこっちもいいかもしれませんね。なるほどな。で、次が、こっちが、で、たっぷり海鮮サラダ巻き、サーモン、カニ風味、卵、こっちの名前は卵巻き、キュウリ、グリーンリーフの、バラエティな感じのやつですね。まあ、結構ワンパクな感じのやつで646円。なんか、ボリューム重視だとこれ行っていくの一番いいかもしれませんねって感じがしますね。646円。で、次は肉ですね。牛肉入り、キンパ巻きってことで、これが牛肉、卵焼き、ごまナムル、人参、ごまと菜の入ったナムルですね。まあ、コリアンな感じで作ってありますね。これが646円。まあ、お値打ちな感じになってますよね。なるほど。というところと、あとはこれは黄金巻き、きれいのかな。他のじゃないよね。黄金やと思います。これが、厚焼き卵、高野豆腐、かんぴょう、しいたけ、きゅうりっていう、ザ・スタンダードな感じで作ったんですけど、これが646円。で、これとは別で恵方巻きってのがあって、これが堂々の売り上げ1位らしいです。農園の価格になってますね。恵方巻き、具沢山上巻きってことで、カニ風味かまぼこに、ニアナゴ、卵焼き、高野豆腐、しいたけ、かんぴょう、おぼろ、きゅうりってことで、卵の感じが変わるのかな？
卵、キュウリの感じがちょっとだいぶ変わってきて、あと、で、部分のところになんかかまぼことかが入ってる感じで、かなり豪勢な感じにもパッとね、見えますけど、こっちよりもなんか豪勢な感じに見えますけど、こっちの方が安くて498円、税込みで538円と、かなりお店になってますね、ということでございますね。こういうようなラインナップということで、やっぱり、結構クラシカルなエコ巻きによった感じが、しっかりとあるのを、ちゃんと置いてきてるのが、やっぱ大阪とかそっちの方も賞金が入ってくるってなると、こういう感じになってくるのかもしれませんね。おまてにドンとくるのはこっちの、海鮮のやつですけどね。という感じになってますよ、ということでございます。まあ、わかりやすいですね。売り上げ1位ってね、これ、恵方巻きが一番ですよってね、わかりやすいですよね。これもなんでしょうね。まあ、地域的にやっぱし、恵方巻きという、ね、節分といえばやっぱ恵方巻きでしょっていう、地域柄っていうのと、ね、下から2番目の価格帯でとか売りやすくないよみたいな話もしてましたけど、まあ、やっぱ大阪っていうね、西の方に行くとね、ちょっとやっぱそのあたりの話も、変わってくるのかもしれません。その話聞いたのは全国チェーン、東京とかが本社にあるようなところとかで、出てくる話を聞いたことあるので、大阪だとやっぱし、安い方のが伸びるよって言って、だからね、結構そのあたりもね、あるとは思います。やっぱね、価格にうるさい、ところありますからね。そこのいいところも出てきてるのかなと思います。まあでもやっぱ恵方巻きといえば恵方巻きっていう文化的なところの影響の方が大きいんじゃないかなという見方にですね。538円ということで、こういったラインナップでございました。リストアップにしてみると、やっぱこの海鮮巻きとかもしっかりとしたのもあるし、まあ、ザ、バラエティよく揃えてある感じですよね。結構ニーズ、いろんなニーズに対応できるようにしてある感じはあるけど、一番やっぱし、恵方巻きといえば恵方巻きでしょっていう感じがしてある感じですね。で、価格帯で言うと、ですから3210円。バーラボーに近い感じかな。ローエンドのところもしっかりと用意してあって。ですけど、面白いのはこれ、ローエンドのやつがハーフじゃないんですよね。ミドルなんですよね。それはバーローどうだったっけ？バーローの495って何だったっけ？あ、恵方巻きですもんね。確か結構、バーローと近いのかな。ラインナップの揃え方としては。品目もまあこれぐらいしてありますし、セットをね、セットやミニを、そんなに置いてないけど、ちゃんとメインのミドルのところでハーフ、お値打ちなね、価格でやつも用意して、ハイエンドはまあ これ税抜きで2980円ですね。ですから、税込みで3219円、税抜きで価格にしたときにちょうど3000切るぐらいの3000円。キルプラ2.9倍になるところのラインナップにしてあるよっていうところら辺とかも結構、考え方が近いところがありそうですね。こういう戦略のグループとなんかちょっと、スーパーのなんか経営戦略っていうのがなんかちょっと見えてきそうな気もしますね。なるほど、こういう感じでございますよということでございました。あ、来週はね、もう隣に見えとるけど、寿司場、来週じゃない、次ね。2時間後に上がるのかな、寿司道場やりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。寿司道場って何やという人はね、ぜひ明日、2時間後見てください。あ、1時間後かな。よろしくお願いします。